はい、皆さんこんにちは、ワナルブルビーチです。今回はプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲のシャア編のステージ6、まあ、おそらくこれが最後のステージになるのかなと思いますが、こちらをプレイしていきたいと思います。艦隊戦でアクシズを破壊できなかったロンドベルの連中は内部からアクシズを破壊する作戦に出た。私はそのアクシズの上でアムロのガンダムと対峙していた。交代遅いぞ。アクシズと一緒に沈みたいか。アクシズは爆破された。だがバラバラにはならなかった。アクシズを分断させる爆発が強すぎたのだ。私の勝ちだな。今計算してみたが、アクシズのコブは地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。シャア、貴様を倒した後でな。さあ、ニューガンダムアムロとの最終決戦ですね。ここもファンネルで動きを止めて、その隙に思いっきり当てるっていうのがいいかなと思います。叩き込め。叩き込んだ後はちょっとファンネルとライフが回復するのを待ちましょう。ライフル、ファンネル、ミサイル全部揃った状態なので、ここで決めにかかりましょう。まずはファンネルを出す。で、ファンネルに気を取られてる間にアムロに一気に接触をかける。オペッケーキアですね。まあ、どうやらアムロをここで倒してもイフシナリオ的な展開にはならなそうですね。あくまでも原作に近い進行なのかなと思います。命が惜しかったら貴様に最高フレームの情報など与えるものか。しかしこれはナンセンスだ。そうやって貴様は永遠に他人を見下すことしかしないんだ。ララースンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララを殺したお前に言えたことか。お母さん、ララ。
地図が地球から離脱していきます。では攻略自体は終わりました。おそらくこの後はエンディングかなと思います。そうですね、エンディングになります。ではプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲のシャア、アムロ編、シャア編ともに攻略完了という形にさせていただきたいと思います。